エントルイス出身の女子テニス選手。第二次世界大戦の終戦直後の時代に活躍し、1940年代後半から1950年代前半にかけてテニス四大,大大会の女子シングルス、女子ダブルス、混合ダブルスの三部門すべてにキャリアグランドスラムを達成した名選手である。女子シングルスで総計6勝、女子ダブルスで総計14勝。 混合ダブルスで総計15勝を挙げ、生涯で35のグランドスラムタイトルを獲得した。幼少期に患った足の病気をものともせず、頭脳的で安定したオールラウンドプレイヤーとして1世代をリードした。フルネームはドリス・ジェーンハートという。ドリス・ハートは幼少時代に深刻な膝の感染症を患い、このままでは 身体障害者になる恐れがあると診断されたことから治療のために6歳からテニスを始めた。当時の医学上の診断では彼女の病気は小児麻痺と言われた。病気の影響のため彼女の足は弓のように曲がり動きがおぼつかなく見える外見になったがそれにもめげず回復してテニス選手になることができた。早くも第二次世界大戦中の1942年 ハートは17歳で全米選手権の女子ダブルス決勝に初進出を果たす。当時の全米選手権ではマーガレット・オズボーンとルイーズ・ブラフ組が1942年から1950年まで女子ダブルス部門に9連覇中でその期間中にハートは7度の女子ダブルス準優勝の壁にぶつかった。1947年にウィンブルドン選手権の女子ダブルスで パトリシア・トッドと組んで初優勝を飾り、ここからハートの4大大会生涯、35勝の記録が始まった。続いて同じトットとのペアで1948年の全仏選手権女子ダブルスに優勝する。1949年の全豪選手権でハートは女子シングルスにも初優勝を飾り、地元オーストラリアのベテラン選手、ナンシー・ウィンボルトンを破って優勝した。 全豪選手権には1949年と1950年の2度しか出場しなかったが、女子シングルス優勝1949年、女子ダブルス優勝1950年、混合ダブルス2年連続優勝の記録を残している。1950年には、全仏選手権の女子シングルス優勝があった。長い間立ち裸った大きな壁を乗り越えて、 ドリスハートのテニス経歴が大きく開花したのは1951年に入ってからである。この年、彼女はウィンブルドン選手権の女子シングルス決勝戦でダブルスパートナーのシャーリー・フライを6から1、6から0で圧倒した。相手にわずか1ゲームしか与えず、試合時間は35分で終了した。 ウィンブルドン選手権の女子シングルスでは1947年と1948年に2年連続準優勝があったため、ハートにとっては3度目の正直の優勝だった。この年から、ハートはウィンブルドン選手権の混合ダブルス5連覇、全米選手権の女子ダブルス4連覇、全米選手権の混合ダブルス5連覇を記録し、ダブルスでも黄金期を迎えた。シングルスでは、 1953年にモーリーン・コノリーが女子テニス史上初の年間グランドスラムを達成したが、ハートやフライたちはコノリーのライバルであった。混合ダブルスではハートと息を合わせたパートナーはフランク・セッチマンとビッグ・セイシャスの二人であった。セッチマンとは1949年から1952年までコンビを組み続けたが、1952年末に セッチマンがプロテニス選手に転向する。その後はセイシャスと組この二人と一緒に、ハートはウィンブルドン選手権、全米選手権の混合ダブルス後連覇を成立させた。ドリス・ハートにとって最後の壁は全米選手権女子シングルスのタイトルであった。ここでも彼女は何度も苦敗を舐め、1949年と1950年、 1952年と1953年に4度の準優勝に甘んじていた。とりわけ、1952年と1953年の決勝では2年連続でモーリーン・コノリーに敗れ、1953年全米選手権の決勝では2から6、4から6で敗れたハートが、コノリーによる女子テニス史上初の年間グランドスラムを目撃した。ところが、 1954年のウィンブルドン、選手権優勝で4大大会女子シングルス通算、9勝を記録したコノリーが、全米選手権の開幕直前に落馬事故で、選手生命を絶たれてしまう。コノリーの事故の後、ハートは1954年の全米選手権で、女子シングルス初優勝を果たし、長年の壁だった、ルイーズ・ブラフを6から8、6から1、8から6で破り、 最後の難関を乗り越えた。これで、ハートは、テニス4大大会の3部門すべてに、キャリアグランドスラムを完成させた。これを、テニス界では、ボックスセットと呼ぶ。ハートの優勝記録は1955年にすべて、幕を閉じたが、これで1947年から積み上げてきた、タイトルの数は、総計35勝となった。 幼少期の難病と多くの先輩選手たちの熱い壁を乗り越えたドリスハートは1969年に国際テニス伝道入りを果たしている。引退後1993年に強支部を痛めるまでは28年間ティーチングプロを務めたが2010年頃になると視力が落ちてほとんど周りが見えなくなってしまっていた。2015年5月29日に フロリダ州の自宅で死去。89歳坊津。ハートさんが死去4大大会すべての人へ、服、混んで、V 日刊スポーツ2015年5月31日。ありがとうございます。